ボイトレクエストへようこそ。本日もお越しいただきありがとうございます。 YouTuber ボイストレーナーのキュです。さあ本日はですね、前回ちょっと言っていたミーシャさんの愛たくてキマをアジアの番組に出て歌った時の映像を見ながらちょっといろいろとお話をしていきたいと思います。朝寝起きで見てマジ泣きましたっていうぐらい感動しました。のでまあいろんなねポイントがあると思いますんで、その辺をお伝えしながらいきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ミーシャさんの動画を見ていく前に、今回のミーシャさんが出ている歌番組っていうのはどういうものなのかということと、僕がライブで見てきたミーシャさんについて知っていることをまず皆さんにお伝えしたいと思います。はい、まず今回出ている歌番組っていうのは、多分アジアの各国、まあ、中国とかあとねアジアの国々で、日本からはミーシャさんっていう感じで、今回だけやってる番組だとは思わないんですけれども、歌のうまいプロが集まって誰がうまいのかっていうのをちょっとバトル形式で行っていくっていう番組みたいなんですね。だからあの採点されるような番組なので、そんな番組に日本からミーシャさんが出たって、すごい緊張を強いられる場所だったんじゃないかな、そんな番組です。はい、であとミーシャさんの僕がライブで見た時の印象っていうところで、歌う姿勢っていうのがミーシャさんものすごいんですよ。僕が1回行ったライブの中であったエピソードなんですけれども、ミーシャさんがこうバラードを歌うときにこうふわっと入って歌い始めたんですね。でそれはまあ僕たちには分かんないですよ。でもミーシャさんの感覚の中では、あ、この歌すごく大切な歌なのに出だし大切に歌えなかったっていう気持ちがものすごくあったみたいなんですね。それで止めて止めて止めてって言って、みんなごめんって言って、この歌は本当に私大切な歌でみんなにすごくしっかり伝えたかったのに、出だしからふわっと入っちゃった、もう一回歌わせて、ちょっとねセリフはちょっと覚えてないんですけど、こんな感じで気持ちを作り直して、ミーシャさんが気持ちを作ってから手を挙げたんです。そしたらこう演奏が始まって歌い始めた。で第一声聞いた時、鳥肌ですよなんだこれはっていうね。だから本当に歌っていうのはもう音楽的な技術で、発声的な技術で、感情表現的な技術、これが全部が合わさってないと、やっぱ感動する歌ってのは歌えないんですよね。で僕が今回これでリアクション動画を撮りたいと思ったのは、動画を見て泣けるってなかなかないんですよ。 CD だけ聞いて泣けるってなかなかないんですよ。でも今回のミーシャさんのこの歌はマジで動画の歌を聞いて泣けます。多分会場にいたらもう僕ボロ泣きするぐらい感動したかもしれないぐらいすごい映像だなと思います。ということでミーシャさんのエピソード2つ目、ものすごく大切に歌うし、その感情を乗っける技術が高いです。ということでちょっとね前置き長くなっちゃったんですけども、見ていきましょう。はい、じゃあちょっと見ていきたいと思います。この動画じゃなくて、あのミーシャさんのこれを歌っている YouTube のリンクを下に貼っとくんで、ぜひね見た後でも先にでもいいんですけれども、ヘッドフォンしてぜひ聞いてみてください。じゃあこの緊張感、絶対今気持ちめっちゃ作ってると思いますよ。当然なんですけど、初めて出会った日のことを覚えてますか。はい、もう語りですよね。でやっぱね、最初の初めて初めて出会った日のこと、もうこのね息の深さ、そしてこのフレーズのつなぎ方のうまさ、もう半端ないですね。続き見ましょう。過ぎゆく日の思い出は忘れずに、本当ね滑らかにつないでいくんですけども、言葉一個一個っていうのを大切に歌ってっていうのがすごくわかりますね。あなたが見つめた全てを ここで一個言いたいんですよ。感じていたくてをちょっと腕じていたくてって、ちょっとね言葉が濁っちゃったんです。この先も一度も歌詞が濁るってとこなかったです。でこの感じていたくての前にミーシャさん一回だけこの前編通してやることがあるんですけど、肩一気に上げて落としたんですね、息吸うときに。多分ねミーシャさんの中では
まだちょっと自分が硬いっていうのがあったんじゃないかなと思います。本当にミーシャさんっていろんな体の動きをして歌うことがあるし、大きく体を使って歌っていくんですけれども、筋肉の動き一個一個っていうのはちゃんと分かってると思いますね。だからここで一回抜いたっていうのがあったんじゃないかなって僕の中ではちょっと思いましたね。普通じゃ分かんないけど、多分ミーシャさんの中ではちょっとあったんじゃないかなっていうのがちょっとここ感じましたね。少し面白いところだから、ここからまた変わってきます。空を見上げた今もそこで、はい、ここ、空を見上げた今はまのところで、ちょっとね、感情的な音っていうのはすごく入ってきますよね。これやっぱ特徴、ミーシャさんの声色の中で、今回の声色の中でものすごく重要なポイントですね。やっぱ泣いてる人というか、ちょっと切ない感情が爆発した時の声っていうのはこれに近いなと思うんですよね。もう一回ちょっと聞いてみましょうか。教えての時の声もそうですよね。これめちゃくちゃ特徴なんですけど、あえてちょっと喉閉めたところで高い周波数みたいなのを出してから抜くっていう感じで、自由自在なんですよね。この感情表現すごいです。サビはこれと優しい声色と裏声っていうものを全部使い分けていきます。この今会いたい、たのたいのたでね、ちょっとまた少しエッジ聞かせていく。あなたにたにたのところは今度抜く、あなたのたは抜くってとこですよね。このね、声色の変化がね、感動というか鳥肌を生んでいくんですよ。この後この辺の声色聞いててください。ここのね、丁寧なところもそうですよね。だから語尾に印象的な音を持ってくると、その印象を相手に与えるってことができるんですよね。だから語尾の使い方が何パターンあるんだろうというぐらいありますね。ここすごいです。次、1番からかなりギアがハイに入ってますよね。かなり高いテンションというかね。でもこれまだまだって感じなんですよね、ミーシャさんにとっては。ということで2番いってみましょう。はい、これね、意外とね、あっさりやってるんですけど結構大変なんですよ。喉を締める声ってのをサビで連発した後のものすごい低い音程のもう二度と、もうの時のこんだけ息が流れてくる。相当開いて力が抜けてないとできないです。まあ当たり前なんですけど、すごいところですね。この体の動き本当に大きく使ってきますよ。で、やっぱこの目線の使い方っていうのもすごい上手ですよね。で、こういったところってやっぱ入り込んでないとできないし、本当に自分の感情が動いていないと体を動かすと嘘になっちゃうんですよ、マジで演技に。だからね、この辺のリンクしている部分っていうのはやっぱりねすごいと思いますね。次行ってみましょう。ここにいてとそのまま
見入っちゃいますね本当にね。でここで B メロでやっぱりね上げていくんですよね。まあ上げ方は1番とほぼ一緒、ただしやっぱり体の動きであったりとか感情の膨らみ爆発っていうのは1番とはまたレベルが違います。上げてきてます。はい、2番のサビいってみましょう。ここはね1番と2番ちょっと見返して見てもらえると分かるんですけども、感情がこっちの方が1番より高ぶってるっていう感じの声になってるし、体の動きもちゃんと出てるんですよね。で心が動いてるから、感情が動いてるから間違いないと思いますね。ここポイント、今の表情を見て分かる通りにですね、ずーっと感情が入りっぱなしじゃないんですよ。今本当にスッと力が抜けてる顔してますよね。これって結構大事なんですよね。まず自分を保って歌わないと歌が崩れちゃう、表現ができなくなっちゃう、でも気持ちを込めなきゃいけない、いっていうところの全部バランスがしっかり取れてる人ってやっぱこうなってくるんですよね。感情的な声は乗ってくるんだけど、力んじゃいけないところはほぼ力んでないんですよ。まず声しっかり出せる、はい、続きもそういった点もちょっと見ていってみてください。やっぱ止めましょう。恋愛たいのところの感情爆発ね、これはすごいすごいです、はい。ねえの方はちょっと息流して力抜いといて、会いたいの方が感情がねボーンっていくんですよね。ただこれねちゃんとねえで抜けるから会いたいが目立つんですよね。ちゃんと浮き立たせるところを浮き立たせていく、ちゃんと抑えるところを抑えて会いたいを強調していく歌い方、すごいですね。ちょっとそこからちょっともう一回聞いてみましょうか。だからね、こうね、抱きしめてよ、もうどこに感情を乗っけるかっていうのが大事。抱きしめて、ここは語尾の方に感情を乗っけて聞かせていくっていう風にしているってところですよね。これがまたやっぱうまいですよね。おもっていう感じに、思っての手に感情を乗っけて、ずっとの手に感情を乗っけていく。ミーシャさんやっぱここまでも多いんですけど、言葉の頭に乗っけてくるところと語尾とか言葉の後ろに乗っけてくるっていうところも多く作っててますよね。感情をどこに乗っけるか、効果的に書かせるにはどこにその響きを出すかっていうのは本当にねよく考えてると思いますし、多分自分の心が動いた時にそれを乗っけてる可能性もありますね。はい、次聞いてみましょう。あ、ここから C メロなんですけども、大サビにつなげていくために今みたいな感情的な音の響きっていうのをあまり使わなくなります。一回ここで落とすって感じですね。聞いててみましょう。これ落としてるんですよ。ただ落としている中でも言葉を重くしていったりとかして、もちろん表現は全く手が抜かれない、全く手が抜かれない。もう語り出したら3日3晩語れそう。でも続きいきましょう。大サビ、大サビきますよ。いきます。泣いてるような声で、
だからね、感情的に歌うっていうのは実際に、例えばこの歌だったら映像がなくても、生じゃなくても、音源だけでも感動できます。なぜならミーシャさんが感情が動いて出す声の響きが、人間の感情が乗った声とリンクしてる。ほぼそれだから、もううまーく入れたり抜いたりする声を使って泣いてるような声に聞かせてきますよね。もう一回かけましょう。今のところだけはね、これもうダメだ、ここだよやっぱね。うっすらちょっと涙ね来てますよね。感情がどこまで動くんだと。ただその感情が動いたら、感情が動いただけで強くなるだけじゃない。ちゃんと抜くとこ抜いてるから浮き立ってくるから、引くとこ引くからこっちも引き込まれちゃうんですよね。やばい、えぐい。行きましょう、ここから先もやばいですよ。歌詞がないところ、おうおうイエイイエイいうところですね。これは本当に上手な人と上手じゃない人が真っ二つに分かれるところ。なぜなら、なんでこのね、このメロディーとこのおうとかイエイが必要なのかって言ったら、言葉にできないぐらいの感情が爆発してるから出ちゃうんですよ。なのにここを無機質に歌ったら全く意味がない。もうミーシャさん、今のが一番感情爆発してたって言っても過言ではないですよ。またここで泣けちゃうんですよ。なぜなら彼女には理由があるから。おうおう、いえいえ、言う理由が、感情が動いてるからね。すごい。はい、もう行きましょう、次。ということですね。はい、ということで、まあ、ちょっとね、やっぱなんで感動するのかっていうところのポイントですよね。もちろん感情を込めるっていうのがあるんですよ。ただでもね、ただ感情を込めただけでは、そういうこういうポップス歌唱はいけないところがやっぱあるんですよね。それを効果的に伝えれるのかどうかっていうのがすごくあるんで、やっぱりね、ここまで人間が実際になんかね、泣いている時ってどういう声になるんだろうとか、悲しい時ってどういう音になるんだろうとかっていうのを、音程がこんだけ動きながら、高い声でも低い声でもそういった響きを出せるっていうことっていうのは、まずね、とんでもないことです。はい、で当然なんですけど、そのビブラートの使い方とかね、伸ばしてから揺らすとか、ね、声色の変化っていうのは当たり前なんですけども、その技術を使ったがゆえに感情を乗っけられない人たちってたくさんいるんですよ。でもやっぱりそのテクニックとその響き、人間の本来の感情が動いた時の声っていうものの響きを出せて、テクニック完璧に使えて、音程や音楽的な要素、ノリとかね、リズムのノリとか、そういったものをバランスよく全てを出せるっていうのは、
やばいです、はい、やばい。で最後この後ミーシャさんのちょっとね、表情とか体の動きちょっと見てください。这首歌的中文译名是《现在好想见你》，相信这就是米西亚第一次面对中国观众的心情。ちょっと震えてましたね。で、ちょっと涙も流すような感じにも見えましたね。だからやっぱね、ここまでね、なんだろう、演技というか自分でこう気持ちを作って歌えるわけだから、もちろんやっぱね、今あなたに会いたいっていう失った人っていうのを想像して歌った感じを動かしたからこそ、ああいう風なね、震えみたいなものが出ますし、あとやっぱりね、この大会っていうものに出て歌うっていうものの緊張感みたいなものもどこかにあった箇所なんだと思うんですよね。でもだからやっぱりね、紅白歌合戦で緊張して歌っているプロの方っていうのを見て、完璧に歌うのを見て、こっちまで感動するっていうのもあると思うんですけど、そういったものになんかちょっと近いニュアンスを受けました。いやー、それにしてもね、ちょっとね、次元が えげつないですね。ここまでの声を操りながら、さっきね、説明したようなことを完璧にやってしまう、しかもこういった舞台でっていうね、ということなんです、はい。ということなんで、これぜひね、あの今ブチ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 聞きながら見ましたけれども、リンクの方から見に行ってください。で、聞いてください。もうね、泣ける、感動する、ってことで、やっぱね、こういったものをね、目指さなければいけない。で、こういったものを目指すための、まあね、少しでも役に立てればと思う、ボイトレクエストでございまして、ミーシャさんのね、生で見た時の私の感覚、もうね、吐く能力、息を吐かないでいい、じゃあどうやってこんなね、スケールの大きな歌を歌うんだろうかっていう風にね、私はちょっと思いますよ。やっぱりね、遠くにそれだけ飛ばせる能力っていうのはスケールに関わってきます。小さいスケールで歌うとか喋るだったら全然いりません、お腹はいりませんけれども、やっぱね、どういった歌い手を目指すかっていうところにもよるので、ロック、ソウルで、まあ、こっち系のポップスを目指す方はやっぱりね、こういった方、幅広くですよ。僕ももちろんミーシャさんだけが全てと思わないし、ほぼ全てプロの方、プロのほとんどの方も僕の師匠だと思ってるんで、ね、そういった意味ではね、いろんな方からいろんな要素をね、吸収していってもらいたいですし、それを分析したものを今後も動画でお届けしたいと思いますんで、またね、よかったぞと思った方は本編の方もボイトレクエスト1から見ていただければと思います。ということで、今日ここまでしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。東京都杉並区浜田山のオトニーミュージックでは随時レッスン生を募集しております。こちらの方をご確認ください。なお、ストリートアカデミーというサイトの方でも基礎講座を開講しております。ご興味ある方はぜひお申し込みください。